山田線。山田線。山田線は、岩手県盛岡市にある、盛岡駅から同県宮古市の宮古駅を経由し、同県釜石市にある、釜石駅までを結ぶ東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、地方交通線である。盛岡駅宮古駅間は、平海道、原国道106号線沿いを走る、山岳区間である。 宮古駅釜石駅の区間は、三陸海岸沿いを走り、気仙沼線、大船渡線、三陸鉄道などと共に、三陸縦貫鉄道を構成す。校舎の区間は2011年、平成23年3月に発生した、東日本大震災以来普通になっている。釜石線営業所の管轄下である、並板海岸駅から釜石駅までの各駅には、 釜石線同様エスペラントによる別名が付けられている。全線森岡支社の管轄である。1日あたりの輸送密度、平均通過人員、人、日は以下の通り、上記の通り、国鉄時代から特定地方交通線並みの数値であったが、1987年、昭和62年時点で、大体輸送道路が未整備だったため、 第3次廃止対象特定地方交通線から除外された。運行系統としては、森岡駅宮古駅間の山岳区間と、宮古駅釜石駅間の三陸海岸区間に分かれており、両区間を直通する定期列車はない。また、線路名称上の起点は森岡駅であるが、2018年3月17日のダイヤ改正までは、 釜石駅で接続する釜石線などと合わせて、森岡駅に向かう列車が下り扱い、列車番号が奇数となっていた。ワンマム運転は行われていない。運行本数は少なく、特に全区間を直通する列車は1日に4往復のみとなる。そのうち1往復半、下り2本、上り1本は、主要駅停車の快速、リアスである。また、盛岡側では、 森岡駅上与内駅間の区間列車、宮古川には、川内駅宮古駅間、森市駅宮古駅間の区間列車がある。森岡から区海峠を越えた後、宮古までは、片勾配の下り坂となり、平津と駅原帯駅間で、時速 55km 以下の速度制限が続く。この森岡駅宮古駅間に人的輸送需要がない、わけではなく、山田線に、 ほぼ並行している国道106号には、森岡駅前宮古駅前間直通の106急行バスが頻繁に、ほぼ1時間に1本運行されており、山田線は極めて不利である。この状況に対して、JR 東日本森岡支社は、車両の置き換えによる、車内居住性向上や新幹線との接続強化による、首都圏との到達時間短縮などを行っており、 2007年に、キハ52.58系機動車からキハ110系、機動車、キハ E130 系が投入された水軍船からの、転属車両に置き換えられ、比例傍車は姿を消した。最近は、車両の変更のほか、部分的ではあるが、改修工事が進んでいる。特に無人駅の駅舎建て替え、レールの重量化や長大トンネル内のロングレール化、枕木の PC 化などである。 2008年3月15日のダイヤ改正では、速度査定をキハ110系に変更して計算上のスピードアップを行っている森岡宮古間2分弱のスピードアップ。無人駅の駅舎建て替えについて、森岡支社管内では、旧国鉄時代に建築され現在不使用となっている、駅舎、駅勤務室スペースや物置などの建物面積に対する固定資産税が多いため、 コスト削減の目で、小スペースな待合室のみの駅舎へ建て替えられている、ケースが多い。2018年4月22日から CTC 化された、先行して、同年3月25日より、閉塞方式が連鎖閉塞式から特殊自動、閉塞式へ変更し、区会駅を防線化。CTC 化に伴い運転扱いを行っていた、上与内、区会、川内、 もう一、簡易委託駅であったり、区中河井の子駅は、無人化された。これに伴い、上、森岡駅線特駅間9 6トルは、全駅無人駅となり、駅員配置駅は、森岡駅と宮古駅のみとなったと同時に、上、森岡駅線特駅間各駅を、発着駅とする、定期券、回数券を購入するには、森岡駅か、宮古駅まで行く必要が生じることになった。 2011年には、東日本大震災の影響で、もう一駅宮古駅間の閉塞方式を、スタッフ閉塞式に変更し、臨時ダイヤで運行していた期間もあった。森岡市近郊を走る森岡駅かみ内駅間は、通勤輸送として、区間列車が朝2に2往復、うち1往復は休日運休の設定があり、200人程度の利用を支えている。年によっては、 上与内駅近くにある浄水場内のしだれ桜の開花時期に臨時列車を設定している。なお、上与内駅より見える高台にある桜台団地から朝夕の列車に片接続するバスが走っている。このことに着目し、森岡上与内間を森岡市内を走る LRT の一路線としての都市路線として利用すべく提言を行っている団体もある。 2013年9月30日から2016年3月末までの約2年半、森岡市と JR 東日本森岡市社が連携し、森岡市の都市交通における公共交通機関の利用促進の一環として、森岡駅上与内駅間の利便性向上を図ることを目的に、最終列車の延長等の社会実験を行っていた。その後、 さらに一年間社会実験を延長し、2017年3月まで実施した。この区間は東日本大震災のため運休中である。下記は震災前の運行形態である。なお、この区間については復旧後に三陸鉄道への移管が予定されている、工日、森岡駅宮古駅間より本数が多く、1時間から2時間に1本程度の運行になっていた。 宮古駅森岡駅間には、釜石線経由で快速、浜百合一本が運転されていた。また、三陸鉄道南リアス線、北リアス線と、相互直通運転を行っており、震災前の時点では一往復が、三陸鉄道の車両で運行されていた。イベント列車として、仙台駅八戸駅間に、三陸中間列車、リアスシーライナーが下記に運転されていた。 かつては、山田線、釜石線、東北本線を回る、森岡発森岡駅の循環急行、外山、五葉が設定されていた。また、釜石製鉄所が航路を24時間体制で、創業していた時代には、釜石線と共に夜勤車用に時刻表非掲載の深夜列車が運行されていた。百七十九年当時のダイヤでは、釜石を午前一時十五分に発車し、 終着の陸中山田には午前2時22分に到着していた。最近運転されている臨時列車としては、主に春のシーズンには、三陸トレイン、岩泉流線道号といった観光列車のほか、昨今では牛山高信作品やマスメディアの影響で、秘境駅メグがブームになったこともあり、道線の大志田駅、朝木市駅、岩泉線のお四角駅などに停車する。 非協駅号が森岡駅、森市駅、岩泉駅間に設定されたりもしている。また、夏休み期間、年末年始には、キハ58.28系、ケンジを使って、森岡宮古間ノンストップの快速、ふるさと宮古、または三陸トレイン宮古が運転される。以前は、一般車両を使用した臨時快速、三陸、宮古も運転されていた。 ハイブリッド車ビ b e 3 0 0系による団体臨時列車の乗り入れもたまに行われている。森岡宮古間はキハ110系機動車、森岡車両センター所属が運行されている。宮古釜石間は震災前、釜石線と共通運用のキハ100系、快速浜ゆりと周り運用される列車はキハ110系機動車と三陸鉄道南リアス線。 北リアス線から乗り入れてくる36系機動車で、行されていた。2007年11月24日をもって、森岡宮古間における、キハ52系、キハ58系機動車の運用は終了し、比例防車は姿を消した。キハ110系は2007年10月21日から一部、運用開始。なお、キハ十八系機動車は、機関一台あたりの出力が小さく、 山田線のような急行配線区においては、全車二大機関搭載車とせざるを得なかったという事情もあり、最後まで冷房装置の取り付けは行われなかった。森岡陸中山田間は、森岡と三陸地方を結ぶ鉄道として、1892年交付の鉄道付設法にすでに規定されていた区間である。測量調査が行われたものの、森岡宮古間で、 標高1000メートルを超す北上山地、区海峠、標高751メートルを超えるため、予定線の検討は行われたが、建設は具体化しないままとなっていた。地元岩手県出身の原隆氏が首相となった1920年に、至ってようやく建設が決定され、1923年から1935年にかけて開業した。陸中山大南の区間は、 改正鉄道不設法別表第7号に規定する岩手県山田より釜石を経て大船渡にイタリル鉄道の一部で三陸縦貫鉄道を構成する予定線であったが釜石までの区間は前述の区間に引き続いて戦前の1939年までに開業したものの釜石以南については戦後の建設開業となり 現在三陸鉄道南リアス線となっている。森岡宮古間は大部分の区間が人口気迫な山岳地帯である。俗説ではこの路線を布設するかどうかを帝国議会で審議した際野党県政会は猛烈に反対し、同党議員はこんなところに鉄道を敷いて首相は山猿でも乗せるつもりかと首相の原隆を非難した。これに対し原は 鉄道規則を読んでいただければわかりますが、猿は乗せないことになっております、と、平然と答弁した、と伝えられている。ただし、質疑のあったとされる第43回帝国議会の即記録に記録は残されていない。この猿に関する話は、山田線の予算通過の翌月に原と共に、森岡を訪れて講演した元鉄道大臣の元田、はじめが、予算審議の再強行に反対した。 貴族院の中村正志を槍玉に挙げて、貴族院の中村正志の動きは、森岡より山田に至る間はボー,ボーたる玄野にして、猿住める国なり、国家は拒否を投じて猿を乗せんとするやと極端な反対をなせり、世はこれに応えて、大森林や鉱山の天与の宝庫である、何の不利なるや、と反論したのである。と語った内容に、尾ひれがついて広まったものと考えられる。また、 1920年、大正9年7月21日の貴族院鉄道、不設法中改正法律案特別委員会に、際して、厚生会所属の辻太郎が山田線の着工に、反対する意見を繰り返した後、北海道の上川駅北見滝の上駅間の、鉄道、改正鉄道不設法別表第139号、石狩国、ルベシベより、北見国滝の上に、 イタリル鉄道。未成線となったの建設に関する質疑で、北海道の中央のこれこそ、熊の他にいないところであると私は思うておる。が、ここに大都市でもございますのですか。私が今まで想像しておるところでは、この地方は熊の巣だと思っておりますが、この図ではわかりませんが、大都市がこの中に二つか三つかございますのか、あるいは大鉱山とか言うて、こういう貨物のトン数が、 どっさり出るところがあるのですかと質問し、鉄道省建設局長の大村翔太郎が、これは森林が北海道一と言われるくらいな森林のあるところです。この国境付近はそれでございますから、この材木の欠乏の時期にこういう線を作りますれば、非常な材木が出るまた新丹も非常に出る。その上に国境の前後には原野がありまして、開墾に適した地が多くあります。 中略よほど有望な線だと思っております。熊の巣は、熊の巣ですが、熊の巣を開いたならば大変な財源になるのでは、ないかと思っておりますと答弁しており、路線を取り違えて、熊と猿が入れ替わって伝えられた可能性がある、という意見もある。だが実際には開業後、森岡宮古館は、満員で座ることができず、立ち通しのことも少なくなかったという。 もともと、この区間には1906年から乗り合い馬車の運行が行われ、1913年には西宮自動車により、岩手県では初となる路線バスの運行も開始されており、鉄道開業前から一定の流動は存在した。1950年の釜石線全通以前、山田線は岩手県北部における唯一の海岸部と内陸の直通路線であり、 特に1939年の全通後は、戦時体制を背景に、釜石製鉄所や釜石鉱山を用した釜石と東北線とを直接連絡する鉄道ルートとして、日夜を通しての貨物輸送に貢献した。太平洋戦争後の1946年11月、山田線は風水害により平津と引き目間が長期運休となった。 全線復旧に1954年までの8年間を要した大災害であり、その代替として GHQ の指示により釜石線の改築全通が促進された。釜石線全通に伴い、釜石から内陸への貨物輸送メインルートは同線に移り、山田線の相対的地位は低下することになった。なお、この災害に際し沿岸側に取り残された機関車を 搬出するため、青函連絡船を、宮古港に改装して船積みすることで対処したエピソードがある。その後も、1980年に集中豪雨、2008年に岩手県沿岸北部地震、2011年には東北地方太平洋沖地震、東日本大震災、2015年には土砂崩れ、山田線列車脱線事故の影響で、一部、または全線で不通となっている。 詳しくはしも、術の年表を参照。1987年7月から廃線となっていた宮古宮古交換の貨物船を利用して蒸気機関車の復活運転が実施された。これは、地元の読み返れ SLC10 から8運営協議会が、宮古市のラサ工業株式会社の専用船、使用されていた C18 に、貨車改造の客車2両を連結し、 SL リアス線、潮風号として1989年までの夏休み期間及び9から10月の休日に運行したものである。鉄道事業ではなく遊戯施設扱いであったが、宮古市役所前のは、真区駅から海猫駅までの 1.4km で、途中に、2に、浄土ヶ浜公園前駅が設けられていた。また、1992年にも、三陸、 海の博覧会に協賛して、市役所前から白浜丸発着所間の約0メ5 k m で、機関車のみの展示運転を実施している。この展示運転に使用された C18 は、1994年4月に大井川鉄道、現大井川鉄道2条とされ、2015年現在も、胴体保存機として、本線上で列車を牽引している。 2011年3月11日に発生した東日本大震災により、宮古釜石間 55.4km では 21.7km が浸水、13駅中4駅や線路の1割、鉄橋など6箇所、森土10カ所が破壊された。この区間の復旧について JR 東日本は2012年6月25日の公共交通確保会議、 県線4市長や岩手県などで構成。震災で被災した JR 山田線の鉄道復旧までの公共交通確保策について協議するによって、本部区級は安全の確保、街づくりとの整合性など、各地で課題が多く、資金調整も含め相当時間がかかるとし、気仙沼線、大船渡線と同様に、山田線についても BRT により仮復旧する案を、 正式提案した。BRT バスによる高速輸送は一般車両の立ち入れないバス専用道路にて運行することにより鉄道並みの定時性を確保するとともに停車駅や運行本数増やすことができる。また鉄道よりはるかに低コストで運行できる。鉄道用地を舗装して専用道にする費用は JR 東日本が負担する。 ただし山田線は被災した鉄橋が多いため、鉄路が山側に迂回している部分などは、並行して走る国道45号を使い、専用道は約 10km ほどとする JR 東日本が運行主体になり、車両も JR が購入する、運賃は鉄道と同程度とし、増便や駅の増設も進める、というものである。 この山田線 BRT 構想に対して、沿線4市長は、1、専用道の割合が低く、現状のバスと定時性やスピードは変わらない。2、震災前からの民間のバスと競合する、宮古釜石間は、路線バスが1日11また走っている。BRT にかけるお金も時間ももったいない。宮古市役所。3、そもそも街づくりの前提は、鉄路復旧を前提としている。 などを理由に拒否、7月9日に JR 東日本に通告し、同時に鉄道での復旧を求めたため、山田線 BRT 化の話は一旦消えることとなった。2013年9月25日に森岡市で開かれた第6回山田線復興調整会議において、JR 東日本は山田線に BRT を導入することを再提案。 従前の BRT 案では、専用道区間が短いという批判に対し、最低案では、津波で流出した宮古市の平川橋、山田町の第一式笠川橋、大土町の大土川橋、小土川橋の4橋を復旧させるなどし、専用道の総延長を従来提案より、約 16km 増やした 25.3km、宮古釜石間の46%とすることで、鉄道では、 約70分の宮古釜石間を BRT で最短で約80分とする代替バスの約100分に比べかなり鉄道レベルに近づく。しかし、この案に対して地元4市長は再び拒否した。2014年1月31日の第7回山田線復興調整会議において JR 東日本は210億円と試算された復旧費用のうち線路や 設備などの現状回復に伴う140億円を自社で負担すると明言した上で、復興待ちづくに伴うかさ上げや i 転費の残り70億円は、公的資金を活用して自治体などが負担、被災した線路や駅舎を復旧させ、10年間の赤字補填分などとして5億円を負担し、東区間の運行事業を、三陸鉄道に線路などの鉄道施設を、 三陸鉄道と沿線4市町にそれぞれ無償で上都、経営移管する運営形態は、三陸鉄道の南北隔離圧線と同様、運行と施設保有を分ける上下分離方式となる案を示した。JR 東日本によると、南北で分断されている三陸鉄道の2路線がつながり一体運営することで、地域密着型でコンパクトな経営を行い、 持続可能性の高い運営形態を実現できるとしている。一方、この案に対して赤字路線を引き継ぐことで新たな財政負担を抱えることになる山田町と大土町慎重な態度を取った。また、岩手県と JR 東日本は7月に同区間の検地調査を実施。JR は現状復旧費140億円の負担方針はすでに示していたが、 被災を免れた区間全体の約8割の46キロについても、全線の9割強を三陸鉄道と同等の太くて高規格の新しいレールに交換し、木製枕木をコンクリート製に交換、錆びた橋の塗装、トンネルの修繕などを実施する方針を示した。費用は非公表。同年八月七日の山田線復興調整会議において、 岩手県と三陸十二市町村は、1、関係自治体の負担を避けつつ早期鉄道復旧を目指す、2、三陸鉄道による山田線の運営を有力な選択肢として JR との詰めの協議を急ぐ、という2点を確認。岩手県は、その後、JR 東日本に、1、設備更新時などの費用補填、2、三陸鉄道が求める水準への鉄道施設の強化、 復旧後の経営を安定させるのに十分な赤字補填。四、復旧後一定期間の運賃を JR 運賃と同額にする差額負担の四点を要請。同時に国にも一定の支援を求めることとなった。同年11月25日、JR 東日本と交渉してきた県は、盛岡市で開いた市長会議において、沿岸12市町村長らに JR 東日本から 1. 1一時金として当初の5億円から大きく上積みした30億円を負担する3億円は運賃の上昇を抑える原子や今後の災害時に生じる施設更新費用などにも充てることを想定し活用法は市町村で検討二車両を無症状とする三軌道を強化する四研修庫施設管理拠点を整備する五人的にも支援する六 観光客誘致などで協力するなどの提案があったことを報告。十二市町村は議会や住民に説明し、県と市町村は十二月議会などを経て年内に改めて会議を開き、受け入れるかどうかを最終決定することとなった。山本正則宮子市長、野田武則釜石市長、またこれまで負担額を懸念していた佐藤慎一山田町長。 怒り川豊大土町長も12月上旬に相次いで遺憾案を受け入れる旨、前向きな見解を表明。12月24日、達祖拓也岩手県知事、沿岸12市町村長、も月雅彦三陸鉄道社長らが森岡市で開かれた会議にて遺憾受け入れについては合意。JR 東日本からの遺憾協力金30億の使途については継続協議。 2015年の年明けにも基本合意を結ぶこととなった。これを受けて12月26日、タッソタクヤ岩手県知事と山本正則古市市長が東京都内で富田鉄郎 JR 東日本社長と会し、三陸鉄道への移管を受け入れる方針を伝えた。普通区間の復旧工事は2015年3月7日に着工した。 復旧費用210億円のうち、JR 東日本が140億円を負担し、残りの70億円を復興交付金から支出する。全線復旧は2018年度になると見られている。当初計画では2016年開催の希望郷岩手国体までに、宮古駅と読ま駅間及び住居駅釜石駅間を先行して復旧させて、 三陸鉄道の路線として開業する予定であったが、岩手県や沿線自治体は、部分復旧した場合 CTC 未整備などにより、安全上に問題があるとして、全線一括での復旧を要請することとし、2015年7月31日には、全線一括復旧を基本方針とする協定書が、締結された。三陸鉄道への移管区間の路線名については、 三陸鉄道リアス線とする計画であるが、現在の北リアス線と南リアス線の区間についても、遺憾区間と同じくリアス線と路線名を解消して統一するとを検討。2017年12月25日の同社取締役会で正式にリアス線に統一することが決定した。また、山田線の釜石宮古間については、新設予定の宮古丹大、 原井川を除き、現在の駅名を使用することとした。その一方で、JR 東日本の路線としては、山田町を通らなくなることとなるが、山田線として残存する区間の正式路線名の解消については、2017年11月9日、現在、名称は、白紙、イコール未定と、同社より公式に発表されている。2018年7月18日までに、 同区間の復旧工事のうち、建築工事が全て完了し、同区間のレールが全線で締結され、宮古釜石間のレールが全線でつながった。これを受けて、建築物の強度確認のために、同年8月21日からディーゼル機関車による試運転が実施されている。三陸鉄道は JR 東日本から帰還される山田線の宮古、釜石間について、 2019年3月23日に運行を開始する方針を固めた。2019年3月23日に、宮古駅釜石駅間が JR 東日本から三陸鉄道へ移管されるのと同時に、磯鳥駅津軽石駅間に、八木沢、宮古丹大駅、仮称の段階では、八木沢駅、津軽石駅、豊真根駅間に、原井川駅を開業する予定。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。